はようございます。釣り子 TV です。ほシーバス行ってますよ。今回の動画はですね、これメガバスのですね、トラビス7 13.5g、 これを使った実況動画です。この状態だとちょっと向こうに入れた方が良かった。上上上流気味に入れて流しながら、上から流れ乗せながら下らしてきて、でなんか U の字書くところで食わせるみたいな。うん、そんなもんだよ。ちょっと上流に入れて、あの工事アイムの横のビルの、あーもうそこでボイルしまくってんじゃん。まあボイルのがでも得てしてちっちゃいよな、結構な。あれ狙い出しちゃうとハマるパターン。楽しいけどな、一番な。ありがとう。そうちっちゃいんだけど普通に負けちゃうけど。いやいや、かかってない、かかってない。なるほど。よいしょ。おお、来た来た来た、聖子ちゃん。いい引き。いいね、いいね。やっぱな。いや、大丈夫だと思う。おお、はいはいはい。おお、元気元気。おお、竿が柔らかいんだよこれ。どんぐらいなのかな。こんな大きくないと思ったんだが。いやいやいや、全然ちっちゃいと思うよ。えい。ありがとう。ミシバックどうする、こっち置いとこっか。ああ、そうか、ごめんね。いや、ちょっとさ、でもほら、ごめんごめん。よし、はいはい、レグイレグイ。ああ、ダメだ、タオがやらかすぎるわ。入れようか、入れようか。よいしょ。ごめんね。大丈夫、ありがとう。はいはいはい。ほい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 。小さいぞ。どうだろう。抜けっかな。ちょっと抜いちゃうよ。はいよ、抜いてる。あ、ダメだ。バラした。針がね、もうほとんど曲がってんだよ、これ。魚に優しいシステムでやってるから。なるほどね。うん。これさ、ほう。ここの方が相当ボイル入ってるけど。あー、いいんだね。あっち行く？まあ、ここで連れてっから連れてっから別に。いい、行ったら止まるよ多分ボイル。うん。でなんか俺も去年結構アンカー打ち直しやったんだけど、近寄ると止まんだよね。ああ。うん。かな。上がってくるでしょ。うん。なんか小前の跳ねてんけどこっち全然食うからさ。え？そっちで跳ねてんけどこっち食うからさ。ああ。うん、
おい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 はいよはいよありがとう元気だなあ、キ大事にこう、大事にいや、今度のはね、ちっちゃいねこれ本当にちっちゃいと思うピン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 したやつもこどこぞ抜けっからおおはいいけ綺麗だね綺麗だねよいしょ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 いやいやいやでもこれも聖子ちゃんああはいということで帰ってきました。結構釣れちゃうんですよねこれ釣れ釣れなんですよね。トラビス7非常に飛びも良くてですねシーバスの係りも良好一口サイズでなんていうんですかねバイブレーションでもないなんかバイブレーションみたいな形をしたシンキングペンシルなんですかねもう本当トラビス7っていうジャンルだと思いますけどワンオクのプリンスが開発したメガバスのルアーっていうことで非常に去年からバコバコに釣れております。でなんか頭ずっと隠してるなって感じなんですけど実はですねじゃじゃんぶっけて割ってしまいました。中身もうですね重りも吹っ飛んでったっすね。ああ結構ですねこれお気に入りでずっと釣ってたんですけどもさすがにですねコンクリートの硬い橋脚にバチコーンと下手くそなキャストでぶつけたらですね大破してしまいました。まあでもこれすごいいっぱい釣ってて思い出の詰まったやつなんで持って帰ってきてですねまあ殿堂入りっていうことでどっかに置いておきたいと思います。で早くもですね2号機今度はですねこういう夜っぽい白い色買ってきました。はいこれが壊れていないトラビス7です。メガバスの意欲作こんな感じでですねなんともバイブレーション風に見えるんですけどバイブレーションじゃないですね結構ヌル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 した動きなんで手元にブル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 なんて引き抵抗は感じないんですけどもそれがいいんでしょうね。非常にいいルアーです。で使い方はまあどう投げてもほんと食っちゃうんですけどね自分は U の字っていうよりもそのさらに上流側に投げてもう流れに乗せてこう U の字も欠かせないでただひたすらスーって流れに乗せながらタラ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 って下らせるこういった動きでですね非常に魚がよく釣れております。もちろん U の字欠かしたり明暗のところをこう流れに乗せながら通しても釣れるとは思うんですけども比較的ですねまあどんなとこにどんな角度で投げてもよく釣れるルアーだなと本当よく釣れるルアーというそんなイメージでございます。色もいいですねメガバスのかっこいいですね。はいということでですね、今回はトラビス7で釣れたよこういった動画でした。実際に釣ってたやつは大破してしまいました。釣り子 TV でした。